高松市民文化センターは、かつて、香川県高松市松島町一丁目に存在した複合文化施設で、プラネタリウム、図書館、行動、多目的ホールなどを備えていた。1972年7月1日、市民の教養、福祉、スポーツ、生活文化等の向上を図るために開館された。本館と別館があり、本館には、プラネタリウム、 高松市が運営する高松市図書館の一つである松島図書館、行動や集会室、市民の生涯学習に利用される各種教室など別館には体育館や展示会会場など多目的に利用可能な大ホールがあった。本館5階のプラネタリウムは開館当初からこのセンターを代表する施設として人気があり、県内の小学校などの遠足や 郊外教育の場として利用されていた。デートスポットの一つとして利用されることも多かった。1995年7月、戦後50年にあたり、戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に伝えるため、本館1階に平和記念室を開設。1945年7月4日の米軍による高松空襲により、焦土溶かした市内の写真パネル、投下された焼夷弾のレプリカ、 市民から寄贈された遺品などの戦争資料が多数展示されていた。2008年4月、高松市出身の元プロ野球選手であり、高松市市民栄誉賞第1号の受賞者である中西太史からの寄贈資料を展示する、街道中西太史記念コーナーが本館1階に開設された。別館大ホールは市民スポーツのための体育館機能のほか、講演館や 映画上映会などの集会場や、バラ展などの展示会会場、選挙の開票所としても利用された。またプロレス工業や大相撲巡業の会場としても使用されていたが、1986年に高松市総合体育館、1994年にサンメッセ、香川など近隣に大型スポーツ施設やコンベンションセンターが完成して、以降は、 イベント会場としての使用頻度は落ちていた。2007年には全日本社会人ボクシング選手権大会の会場となった。2010年3月9日、施設の老朽化による耐震性の問題が明らかになったことから、本館の改装と別館の建て替えを予定していることが大西秀と高松市長から発表された。震災後は本館を子供のための教育、 福祉事業に特化した子供未来館に改め、プラネタリウムや児童図書館などを併設する。新築の別館には夜間急病診療所を移転させ、大ホールは廃止となった。2011年1月11日、高松市より翌年3月11日をもって閉館することが正式に発表された。2012年3月11日、予定通り閉館し、 39年8ヶ月の歴史に終止符を打った。後継施設となる高松市子ども未来館は2010年、総工費は24億5000万円で、総事業費としては約56億円である。別館跡地には高松市医師会館が2014年8月に竣工し、医師会事務局のほか、高松市医師会館ご専門学校、高松市夜館急病診療所が移転した。 かつてのプロレス会場としても知られている。特にプロレスブーム時の新日本プロレスは、この会場を MSG シリーズや IWGP リーグ戦の公式専用に使用し、猪木対藤並猪木対ジャイアント、反戦セ対ジャイアント、方眼対ジャイアント、猪木対舞田、長州対ジャイアントなど、地方工業としては豪華なカードを編成しテレビ中継していた。このうち、 猪木対藤波戦、猪木対前田戦、反戦対ジャイアント戦は DVD に収録されて、販売されている。他にも1982年5月21日の、タイガー、木戸組対、ゴンザレス、エストラーダ組のタッグマッチもソフト化され、当時の館内の様子を見ることができる。また、聴衆力が、アンドレザージャイアントを、ボディスラムで投げたのもこの会場である。 肩や全日本プロレスもそれまで不定期的に会場を使用していたがテレビ中継されることはほとんどなかった。1984年12月4日には長州力らが新日本を離脱して設立した新団体ジャパンプロレスの旗揚げ工業の会場として使用された。これは新日本プロレスの香川岡山地区のプロモーターであった瀬戸内プロ企画と同社社長が ジャパンの前身、新日本プロレス工業に出資していたという深い関係にあったためで、本来は新日本のタックリーグ専用に確保していた市民文化センターをジャパン用に使用させたものである。このためジャパンと提携関係を結んだ全日本が、以後しばらく同会場を定期的に使用することとなる。 1985年6月8日には NWA 認定インターナショナルジュニアヘビー級選手権が行われダイナマイトキットがマイティの上からタイトルをダッシュしている。新日本は1987年1月のシリーズで香川県内で演歌歌手のコンサートなどを手掛けていた立花プロモーションの興行により約2年半ぶりに市民文化センターを使用することができた。 ありがとうございます。